ちは、ナートさんです。今日も農業で稼いでいきたいと思います。今日の動画は、はい、これなんだかわかりますか？まあ、わかりにくいですよね。今日の動画は、これ、そら豆です。やっと来ましたね。そら豆の発芽です。はい、そら豆が発芽したので、ちょっと撮っていきたいと思います。そら豆、かわいいですね。大きさは手がこのぐらいなので、もうちっちゃいですね。はい、そら豆は、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、まあ、夏とかにですね、おつまみとかビールとかと一緒に食べる、まあ、ホクホクとして甘くて美味しい豆ですね。はい、豆が上に向かって伸びるから空豆って言うって言っては、まあ、諸説あると思うんですけどね、らしいです。はい、空豆、空豆は10月の25日ですね、頃にマイク巻きます、はい、10月25日頃に巻いて、だいたい5日から1週間ぐらいで発芽してきます。ナオトさんですね、そら豆、これが、まあ、何回目かな、3回目ぐらいの挑戦ですね。ちょっと私の住んでるところは寒いみたいで、うまくそら豆が育たないことが多いですが、今年はうまくいくんじゃないかなと思ってます。はい、そら豆の種まきはですね、そら豆が酸素、空気ですね、空気がないと腐りやすい、そうですね、酸欠しちゃうと腐ってしまって発芽しにくい、そうです。ですので、そら豆植える時はよく、なんだろう、豆を半分ぐらい出して植えろなんて言いますね。うん、ですけど、なおさんはちょっと深く植えちゃいました。はい、土がですね、多分空気をたくさん含んでいたりすれば、なんだろう、豆をすべて隠してしまっても大丈夫なんじゃないかなと思ってます。はい、うん、土の酸層っていうやつですね、基礎、なんだっけうん、忘れちゃった土の酸層っていうのがあるんですけど、まあ、基礎がですね、しっかりあれば、水はけのいい土だったらですね、空気もいっぱい含んで、まあ、そのままも腐らずに発芽してくるんじゃないかなと思います。まあ、でも一応教科書通りというか、やった方が安全かなとは思います。はい、そら豆ですね、うん、梅雨ですね、梅雨頃なのかな、春、うん、夏の5月か、5月から6月ぐらいまでですね、の野菜があまりない時期に、うん、さあ収穫できるんで、まあ、なんだろう、いいかなと思ってます。はい、そら豆、これは一つの、なんだろう、この穴、植え穴っていうんですかね、植え穴に2粒巻いてます。はい、で、間隔は1メーター20センチ取ってます。教科書だと多分40センチとかになってるんじゃないですかね。40センチに2粒ずつ巻いてくださいとか書いてあると思います。なんですけど、少し広めに取ることで、アブラムシとかの害ですよね。はい、うん、風通しを良くすることで、うん、アブラムシとかね、あとは蒸れるとか、そういう害が減るのと思います。なので、広めに取ってます。はい、1メーター20、ちょっと広いなと思うんですけどね。取っております。あとは何ですかね、そら豆。うん。そんなもんかな。うん、皆さん、そら豆巻きましたか？そら豆、発芽したよって方、いますかね？私もそら豆巻いてるっていう方、いたら、ですね、ぜひ教えてください。はい、これからですね、そら豆大きくなるのすごい楽しみにしてます。
はい、そうですね、なんか静止画みたいになっちゃってますけど、はい。この動画が良かった方はぜひですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。そら豆ね、また大きくなったら撮っていきたいと思います。じゃあね、バイバイ。